うさぶろこけし館にお邪魔しました。こけしの原木の種類は主に水木、桜、栗、欅です。産地は群馬の山間部、利根、吾妻から切り出されたものを使用しているそうです。原木を十分に乾燥させ一定の長さに切断し、一定の太さに丸くし、さらに削ります。こけし館の職人さんは長年の勘と技術を培うのに10年以上の歳月を経てやっと一人前になるそうです。中でも細かいものはこの道20年30年のベテランさんが手がけます。こけしの塗装は下地で2回、仕上げ研磨をしてから仕上げ塗装をもう1回行うそうです。絵付けは一般商品は下絵なしで焼きごてで描かれ、同じように色付けされます。ここでも職人の腕が光ります。伺った時はちょうどクリスマス商品が作られていました。絵付けは体験もできてオリジナルのこけしを作ることができます。ちょうど日帰り旅行で来ていた方が絵付けをしていました。茨城のひたちなかから来たそうですよ。ストラップの絵付けを一生懸命描いていましたね。しばらくしてようやっと完成。素敵な可愛い思い出作り、いいですよね。2階はギャラリーになっていて、うさぶろこけしの歴史や作家の作品が展示されています。意外な発見がありますよ。ここのうさぶろこけし、実は戦後渋川市で人工石の硯や石板の製造、アンチモニーという金属の工芸品を作っていたとか、昭和25年からこけしの製造を始めたとか。うさぶろこけしは木の自然の木目を生かし、彫刻や焼き絵の技法を取り入れ、落ち着いた中にも新しさがありますね。皆さんもオリジナルのこけしを作りながら、日本の伝統に触れてみませんか？